満州一本古今和歌集第3.44四満州一本古今和歌集は、京都市左京区の満州院に伝来した古今和歌集の古写本。巻、第17のみの残刊である。巻古本。書者は11世紀と推定される。伝承筆者は、藤原光勢。平安古筆の代表的遺品の一つである。国宝。満州院像。 京都国立博物館に帰宅。冒頭に、古今和歌集館第17雑70種とあるが、現存するのは31種のみである。ルフボンとは870番歌が異なり、907番歌と908番歌の間にルフボンにはない一種が挿入されている。さらに他の歌にも、極の相違が見られるなど、ルフボンとは、系統の異なる本である。奥書きに、 死因五本とあるが、いわゆる死因本古今集とも異なる。冒頭の書きぶりから二十巻の揃いと考えられるが、巻期第十七の未書写した可能性も否定はできない。なお、言葉書きは省略している。関東から順に愛、アサギウスチャ愛、ウスキ愛、愛、アサギのすき染めの紙七枚を継いだ、縦14.2センチメートル。 横2 8 6 0トルの巻物である。他本当の比較から、第3種と第4種の間に23種、第5種と第6種の間に9種の脱落が推定される。また2行のみ書かれた第7種の残りと失われた第8種に8種が書かれていたと考えられる。ただ、これらを足し合わせると計71種となってしまい、冒頭の70種と矛盾する。 これについては、ルフボンが70種であることに引きずられた表記、外数を書いただけ、結出部分の中で、ルフボンにある一種が欠けていたなどの理由が考えられる。筆跡の異なる二つの奥書きを有する。一つは前述のように、現存する巻きコボンは、量子7枚、過数31種しかなく、39種には8種足りない。 現在残っているのが924番歌までだが、ルフボンでは巻き、第17は932番歌まであり、この差も8種である。つまりこの奥書きが書かれて、以降、第7種の三行目以後が切り取られたと考えると、辻妻が合う。二つ目の奥書きには、昭安第一の子読みと記されているが、別筆であり、時代の前後も不明である。一方、 この巻物を収納する内箱には、漢文3年の年季を付す紙が存在し、その時すでに31種になっていたようなので、切り取られた加減は1663年となる。もう一つの奥書きは、死因は、ストクインで、昭和元年の8月に、右金吾だったのは、藤原嗣ぐである。かつ清と勝家については不明。 ストックインから勝つ清志に渡り勝家まで十三代、総伝、その講師自夫人に譲られたことがわかる。三春の里のり、歌詞は、木の森の渡りを打ち過ぎて三笠の山に我は木にけり。この歌は玄栄本古今集には八百七十番歌の、次に、三部忠峰の絵として載る。かせふけは、波子水そのそなれ松根に現れて泣きぬべらなり。古今若六条第六に、 柿の元の人まろの絵として乗る。ありがとうございます。